おはようございます。5月12日朝5時25分の相場解説になりますけども、いや今週ちょっと苦戦ですね。なんかね、ドンとエントリーしてガーッとね取っていけるところがちょっとなかなか見つからないですね。皆さんも苦労されてると思います。私もちょっとね、今週は自信を持って解説ができません。自信を持って解説しますけども、やっぱ違ったかみたいな感じですよね。じゃあまあこういう時もありますんでね、リラックスしていきましょう。で、ロスカットばかり多くてね、なかなか利益が取れないんですけど、まあデイリーから見ていきましょう。ヘッド&ショルダーに未だに私も固執してるんですけどもね、感じることというか気づくことがあります。それは何かっていうと、ちょっと引いた後でちょっと戻しますね。ここでなんか小康状態保ってるじゃないですか。結局それがここにも来てるってことなんですよ。だからこれはね、例えばここにも小康状態あるでしょ。この辺にもチャートが降りてくるとしたらあるんで、ここまで落ちるとしたらここまでズドンと落ちますよってことを言うんですよね、うん、いいですかね。まあ、こういう動きも結構連続しやすいんですよ。こういう N 字のところもね。で3回目はなかったんですけど、3回目はちょびっとあってグオッと上がっちゃったんでなかったんですけどね。だ N は連続したりする、これをフラクタルっていうんですけども、そういうのが今回、まあ、改めての気づきですね。ここまあだからどうってことないんですけどね、うん、だからちょっとね、大きく上上がったり大きく下に下がったりしない限り私たちは取れませんのでね、なかなか厳しいところですよ。はい、4時間なんですけども、下落するかなと思ったらしなかった、うん、このひげ先に触れて戻っていくところはなんか一緒かなと思うんですよ。というところでここ横線引いておきましょうか。これ1時間でも出てきますからね。1時間はこの辺をクローズアップすることになると思いますけども、うん、だから下落するとしたらここら辺までなんですよ。ただはっきりとした下落の兆候は出ません。出てませんね。で1時間でちょっとした気づきっていうのは、こういうふうに途中まで切り上がっていたんですよね、ここ。だからこの水準に戻るのかというふうなことも考えたんですけども、落ちた後少しずつ上りながらまた下に落ちたと、こういうことを繰り返すんじゃないかなと思うんですよね。うん、そのぐらいのことしか分かりません。ちょっとはっきりしたことも言えないし見えないし、なんかエントリーするまでもないかなと、今週はね。今日何曜日？水曜日か。水曜日なんでまだチャンスあるかと思うんですけども、大体ね、月曜日遅くても火曜日に方針が立たないときって、後半もただ見てるだけで終わるんですよ。で、ここで無理にエントリーすると傷口広げちゃうんで、で当たったにしてもそれは勘なんでね、うん、これ勘を繰り返してもしょうがないんですよ。やっぱり裏付けを8割ぐらい持っていかないと結局ついに行かせめせんのでね。だから今回は当たっても外れてもよく分かりませんという結論になると思うんですよ。ということなんで今日お話しすることもあんまりありません、昨日お話したこともちょっとね、当たったとは言い難いですからね、ちょっと動きを全然取られてられてないところだと思いますんで、今週はしっかりと見ることによって、うん、損失を抑えながらいろんな気づき、今日やった気づきみたいなのに、ね、ストックをかけていこうと思います。いやーきついです今週は。はい、じゃあ以上です。